マンデージャポン。どうも爆笑問題の元放送作家安子千です。どうも爆笑問題元子分伊藤です。2022年5月23日、はい、月曜日、はい、マンデージャポンなんですけれども、そうです、ね、まず5月に入りまして、先週までの2、9、16日は、はい、私がバリ島に行っていたということで、そうですね、お帰りって感じだね、はい、バリの話もちょっとしたいんですけども、はい、まずはマンジャポンちょっとね、はい、特番3連発お送りしたんですけれども、はい、バリからは無事帰ってきたんですけども、ということはもう今日からは通常放送という、はい、お送りする予定なんですけれども、はい、ところですね、ちょっと特番3連発をお送りしてみて、はい、ちょっと気になったことがございましたので、それは何なんですか。まずはそちらの方からお話しさせてください、うん、はい、気になったことというのはですね、特番の第1弾、はい、ダウンタウン松本、はい、天才説について再び語る、はい、こちらでございます、はい、と言いますのは、うん、再び語る、うん、こちらの視聴回数が、うんうん、先ほど確認した段階で873、はい、はい、しかしですね、これの第1弾、はい、2月11日アップの、はい、松本天才説について語る、はい、これがですね5071回視聴なんですよ、はいはいはい、第1弾は5000超えなのに、はい、第2弾が800、はい、900手前、はい、まあね、もちろんね、また松本批判かよっていう意見もあるんでしょうし、はい、もう二度と聞かねえみたいなね、はい、そういうことも、コメントでも寄せられてますんで、うん、いらっしゃるのは当然承知しております、はい、ただですね、コメントやの返信でも述べておりますが、私は、うん、ね、あら探しをしようということで、話してるわけでは決してないんですよ、はい、むしろ、わざわざ DVD まで購入してね、そう、どっちかというと皆さんが、うん、なぜ天才と言っているのか、うん、そのゆえんというのを、まあ、安自体はね、うん、それを理解しようと思って、そうそう、なんとか発見しようっていう意味で、はい、わざわざ DVD を買って、はい、で、ね、はい、きちんと見てるわけです、はい、でそれを真剣に探究しようと心見てるんです、うん、フィルター色眼鏡をかけずにま、うん、っすぐ見て、はい、その見た結果感じたことを素直に語っているつもりなんですよね、はい、俺は。そうですね、はい、でそして、それで終わる気すらなくてですね、うん、それをきちんと分析して、うん、皆さんにも私の分析結果、うん、ね、経過と結果をそう、そうだね、うん、はい、意見、考えも含めて、はい、一生懸命伝えようと努力してるんです。はい、で、もちろん全員にきちんと、はい、同じように伝わることはないというのはもちろん分かってますよ。はい、ただ、私のできる範囲で、うん、なんとか伝えようと頑張っているというのが、うん、実際のところだということは理解していただきたい。はい、で、何が言いたいかというと、はい、5月2日アップの第2弾、再び語るでは、はい、分析結果、うん、考え意見をね、うん、松本さん、たけしさん、うん、爆笑問題を比較した、うん、例えという形で、うん、皆さんに発表しました。はい、私はですね、ええ、それをぜひ、皆さんに聞いてほしいって、聞いてほしかったんです。はい、この例えと、はい、例えをね、ええ。ところが、視聴数が伸びなかった。まあ YouTube の視聴数のカウントでね、何分見たからどうなったかちょっとわかんないですけど、うんうん、正直、私の、まあ、この言葉自画自賛みたいなあれですけども、うん、私の渾身の、はい、と言ってもいいでしょう。はい、例え、はい、なんです、私にとって。はい、を、伝えたかった、はい。これがあまり多くの皆さんに届けることができなかったっていうのがですね、はい、私としては無念なんです。あ、残念、無念。執念、はい、正直無念です。まあ、まず、ねうん、私も聞いて思ったけど、うん、とにかく解説がうまい。うん、これは、だから聞いてほしいんです。うん、欲しいんです、はい。なのでね、なので、今日、うん、本当に通常放送のはずですけど、うん、申し訳ない。うん、もう一回、もう一回、例えをやらせてください。ただ、ただ、ただね、ただね、はい、ちゃんと考えてます、うん。全く同じことを言ったのでは、それではもう、まあ、芸がない、ね。芸がない、芸がないし、はい、皆さんにも申し訳ないんですよ。はい、で、きちんと重要な部分、うん、付け足しをします。はい、ですから、うん、バージョンアップした、うん、ダウンタウン松本、うん、ビートたけしさん、うん、爆笑問題の笑いについて、はい、これをどうか、お聞きいただきたいと、はい、分析ね、はい、はい、いうふうにお願いしたいと思います。はい、では始めたいと思うんですけれども、まあこれは前も言った部分なんですけど、はい、私が思うに、はい、ダウンタウン松本さんがやったことというのは、はい、どこかから雑草野菜を取ってきて、それを美味しい新種の野菜です、うん、食べてください、うん、と並べたと、うん、でそれをある人が買って食べてみたと、うん、
すると、うん、当然、うん、雑草野菜ですから美味しくはないんです、うん、ですので、うん、まずいと言ってしまったと、うん、しかし、はい、まずいと言おうもんなら、はい、お前の味覚が悪いんじゃと、はい、責められてしまうということが起きてしまったと、はいはい、なので、その後は誰もまずいと言えない状況が出来上がってしまった、はい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 、というで、まあ、ここまでの例えば、はいはい、5月2日にお話ししたんですけれども、ねうん、今回は、この続きがございます、はい。まず一旦話を置いておきます。はい以前、うん、爆笑問題のある番組で、うん、グルメリポーターにアンケートを取った時があったんですね。うん、内容というのが、はい、カメラが回ってる状態で、もしも、はい、お店で出された料理が、はい美味しくなかったら、あなたはどうしますかというのをね、はい、グルメリポーター、いろんなリポーターにぶつけたわけですよ。はい、で、一番多かった答えが、うん、お好きな方にはたまらない味なんでしょうね、と答えるという、はい、これに近いね、そうだね、ここにまとまったんですよ。はいはい、この言葉ね、さらっと聞くとね、ええ、お好きな方とか、うん、たまらない味とか、うん、とても肯定的に聞こえるんですが、うん、ちゃんと聞くと、うん、お好きな方にはたまらない味、うんうん、つまり、うん、話している本人、うん、私はお好きな方には含まれてないんですねはいないんです、はい、さらに、はい、たまらない味であり、はい、美味しくもないんですまあ表現は美味しいとは言ってないからね。だからたまらないっていう、そう誰も傷つけないように、はい、ただ私が美味しいという嘘もつきたくないと、はいはい、で苦肉の策で出てきたのは、はい、お好きな方にはたまらない味ですねと、あ、うん、ねえそうだね、つまりこれちゃんと分析すると、はい、私にとっては美味しくないんですよはい、でね、しかもですよ、お好きな方にとってって話してますけど、その方にとっても美味しいではなくてたまらない味なんですよ決して美味しいではないんです、そこなんです、でこれが話戻ります、はい、ダウンタウンのコント、うん、ネタに関して起きてしまったんです、うん、はいはいはい、ダウンタウンのコントを見た、はい、ある著名人が、はい、好きな人にはたまらないと言ってしまったんですねしかもその人は、うん、私は好きをつけてしまったんですあで、はい、また別な著名人が、うん、少し言葉を変えて、うん、通にはたまらない味と言い出したんです。この言葉が魔法でですね。はい、この言葉、はい、逆にすると、うん、この味がわからない人には通ではないあ、はい、と言えてしまうんです、これ。はいはいはい、ね、うん。すると、うん、通じゃない、うん、と言われるのが嫌なばっかりに、うん、この味わかる。うーんという人だらけになってしまったんですよ、はいはいはい、これが、はい、起きてしまったダウンタウンの現象なんですよ、はい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 、ただね最初に戻りますよ、まずそれは、うん、本当は新種の野菜ではなくどこからから取ってきた雑草野草なんです、うん、でもう美味しい美味しくないでもないんですよ、うん、この味わかるわからないなんです、うん、ダウンタウンのコントネタを見た人が言うのも、うん、もはや面白い面白くないではないんですよ、はい、このネタわかる、はい、わからないなんです、はい、面白いか面白くないかの評価はもう関係なくて、このネタわかるわからない、うん、これが判断基準になっちゃったんですね、うん、野菜でもなければ、うん、美味しい美味しく美味しくないでもない、うん、はい、そのまま言葉を変えて、うん、お笑いでもなければ、うん、面白い面白くないでもない、うんうん、まあ、少し強い言葉で言わせていただくと、はい、笑いをぶっ壊しちゃったんですよ、はいはいはい、分野を、はい、さらにね、うん、その笑いをぶっ壊した行動、うん、様子を見て、うん、新しいものを作り上げたと言い出す、うん、勘違いに輪をかけた人まで現れ出しちゃったんですね、はい、はい、しかし、うんうん、しかしです、はい、ちょっと話飛ぶんですけれども、はい、幸いなことにですね、はい、松本さん本人なのか、はい、周りなのか、うん、売り上げなのかお金なのか、うんうん、まあ私は松本さん本人が気がついたというのが一番美しいと思うんですが、うん、とにもかくにも、うん、雑草野菜をどこからから取ってきて、うん、新種の野菜です、
食べてくださいという行動は、はいはい、きちんと数年で終焉を迎えるんですね。実は、はい、ビートたけしさんがこれから話をすることを、はい、それをし続けてくれたのが、うん、松本さんが間違いに気づく大きなきっかけだったのではないかと、はい、私は思うんですが、はいはい、ビートたけしさんがやったことというのは、うん、浅草の小さな畑から、うん、野菜の品種改良に取り組み、うん、それはそれは美味しい新種の野菜を作り出したと。そして、前回はここは申し上げませんでしたけども、はい、ここもバージョンアップします、はい、バージョンアップして申し上げます。たけしさんは野菜だけではなく、うん、例えば果物の品種改良にも取り組んだと、はいはい、あるいは日本酒ね、はい、日本酒ね、はいはい、麹をいくつ混ぜてとか、はい、もうとにかくあらゆる分野で、うん、それはそれは美味しい新種を生み出したと、うん、はい、でさすがにそれを見ていた松本さんは、うん、どっかから草取ってくるんじゃダメやなんやなと思ったんだと思います。はい、では、はい、爆笑問題は何をやったのか、はい、おお、そうだね、これはね、これも前回お話したんですけど、うん、大事なことなんでもう一度、うん、爆笑問題の漫才は、うん、2ビートの上げ歌だとよく言われると、うん、これは私の意見なんですけれども、うん、それはそれでいいんです、はい、それで合ってますと、はい、なぜなら、いい爆笑問題が行ったのも、うん、野菜の品種改良だからなんですと、うん、ただ爆笑問題の品種改良が、うん、たけしさんと少し違ったのは、たけしさんは美味しさを追求したのに対して、うん、爆笑問題は、うん、寒さに強い品種を作り出したり、はい、砂漠でも育つ野菜を作ったり、はい、同じ品種改良でも、たけしさんとはまた違う独自の品種改良を行ったのではないかと。はい、しかも、未だに、品種改良にチャレンジし続けていて、はい、当然、たけしさんを見習ってますから、はい、他分野に進出しようと、進出しているわけですね。うんうん、さあ、ここまで話して14分です。はい、通常放送をできるはずが、サンジャポの話も、爆笑問題ニュースも、一切話せませんでした。はいはい、ただ、ちょっとね、最後に、ちょっと一個だけ、また、ちょっと付け加えたいことがあるんです。はい、どうぞどうぞ。先日から話しています、はい、吉本興業伝説の一日のダウンタウン、はいはい、世間でいうところの31年ぶりの漫才に関してなんですけれども、うん、はい、これに対して、ウーマンラッシュアワーの村本が、俺が M1 の審査員なら、はあ、ダウンタウンさんの、ダウンタウンさんの漫才は、83点ってツイートしたらしいんですよ。村本勇気あるよ。なぜならば、彼、うん、吉本だからね。そうだよね。吉本の人大先輩、大絶賛してるわけでしょ。でね、うん、で、さらにすごいのが、うん、ちょっと時間を空けて、うん、またツイートするんですよ。ダウンタウン、村本が？そう、うん、はい。ダウンタウンの漫才を、うん、83点と言ったけど、うん、酔った勢いで言いました。訂正します。うん、73点です。村本すげえな、すごいね。まあね、はい、あのね、もっともね、村本は、うん、俺と話は合うはずなんですよ。うん、なぜなら、うん、去年の、うん、ザ・漫才、はい、2021マスターズ、はいはい、こちらでですね、来年の3月に、うん、俺はアメリカに行くって言ったらしいですよ。アメリカに行かせてくださいに関しては、はいはい、私は大大大先輩ですから。はい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 、それとね、うん、アメリカといえば、はい、私が住んでいたニューヨークのマンハッタン。はい、このマンハッタンの、はい、南の方、うん、下の方、はい、ここをダウンタウンと呼ぶんですよ。おほー。実は、はい。そうなんですよ。ここダウンタウンと呼ぶんですよ。はいはい、だけどね、俺なんか住んでたのは、うん、ダウンタウンよりもっとす全然すごいですからね、うん、私が住んでたのは、うん、アッパーウエストサイドですから。アッパーウエストサイドよくわかんないでしょ。でも、でもダウンタウンよりなんとなくすごそうでしょ。アッパーウエストサイド、まあ、ウエストサイドみたいな、そんな感じで。まあでもね、はい、これに、うん、540を加える、540加えると、うん、もうスケボーの技だからね。決めてきた。アッパーウエストサイド540、54歳真夏の大冒険。以上、安五千でした。伊藤でした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。